カトリック高取り教会は、日本の神戸市長田区にあるキリスト教カトリック大阪大司教区の教会及びその聖堂である。1927年に聖堂が建てられる。阪神、淡路大震災で聖堂が全焼し、その後に救援基地としてボランティアの拠点となった。震災当時の信者は約650名。1995年9月17日に建築、 家坂修玄の設計による紙館を使用した仮設集会所建成堂が完成し、ペーパードーム高取と命名され、復興と交流のシンボルになった。紙の教会とも呼ばれたこの建築は2005年に解体され、2006年に台湾の南投げ県堀鎮島前村に被災復興の交流拠点として移設され、紙共同と呼ばれるようになった。 同地は1999年の921大地震で大きな被害を受けた地域である。2005年1月17日、震災10周年を機にカトリック・タカトリ教会からカトリック・タカトリ教会と名称を変更した。2007年には仮設聖堂を手掛けた坂茂の設計による新聖堂が完成し、剣道式が行われた。 救援と復興の核となった高取り、コミュニティセンターも新聖堂内に共存している。2007年から毎年同聖堂でカトリック教会と仏教による合同の大震災追悼儀式が行われている。式次第は次の通り。祭壇に阪神淡路大震災に聖者核威杯と十字架を飾り、地震発生時刻の5時46分に山伏がほらいを鳴らし、 聖書朗読、聖歌、般若心経を唱え、証拠を行う。ありがとうございます。